アージャパン就航記念のバスツアー。1泊2日で小江戸川越と日本屈指の豪雪地帯津南を巡ります。それでは行ってきます。新宿駅からバスで1時間半ほどして川越に到着。今から船に乗り、春祭りでにぎわう川越を堪能します。3月下旬になると満開の桜が鑑賞できますが、今回は近くで早咲きの桜を楽しみました。このあと氷川神社へ移動すると、今回ツアーに参加してくださったタイ人の皆さんを歓迎して、川越市長、観光協会会長、エアージャパンの峰口社長をはじめ多くの方が駆けつけてくださいました。見せてください。おおねえね。あ、小吉。ちょっと待って。私、小室ですから。エアージャパンの機内では、氷川神社と共同で作成した御朱印帳を購入できますが、皆様ご存知でしょうか。実は氷川神社でも、枚数限定でエアージャパンとコラボレーションした御朱印をいただくことができるんです。そして同じデザインのお守りもあります。エアージャパンの御朱印帳にいただいた御朱印を貼ってみました。皆さんもぜひ集めてみてくださいね。川越が一年で最もにぎわう川越祭り。毎年10月に行われるお祭りを一年中体験できる川越祭り会館にやってきました。町によってデザインが異なる豪華絢爛な山車。この山車同士がすれ違うとき、正面を向かい合わせて挨拶としてお囃子を競い合わせる引っかわせが見どころです。ここで少しだけ昨年に行われた川越祭りの様子をお見せしましょう。2016年にはユネスコの世界無形文化遺産に登録され、世界に向けて日本の伝統文化を発信しています。それではお待ちかねのランチに向かいましょう。創業以来約150年川越で江戸前握りと本格日本料理を提供し続ける甲寿司さん、必須の江戸前握り寿司はもちろん、ヴィーガンフレンドリーやムスリムフレンドリーのお寿司も提供されているんですよ。こちらの可愛らしくて美味しい手作りの飴は機内でも販売しています。いただきます。いただきます。うん、ขนม ที่ยง อร่อย อืม แปลก อ่ะ แปลก ๆ อีกา อีกา だから ここ เอา ね 食べられるのいいですね。 OK ですね。1日目の終わりに
参加者の皆様にお話を伺いました。はい、my friend recommended me to the tour and the most important to join the tour is to meet the friends and also the programs are very interesting. Kawagoe is the most beautiful city in Japan and Niigata has many enjoyable activities. The carrot picking is my favorite thing to do. 今回なんでツアーに参加しようと思いましたか？その新潟の方行ったことなくて初めてなんでちょっと興味があって参加しました。一番ツアーで楽しみにしているのは人参が人参競争です。絶対優勝します。この時期には桜と雪、2つの季節を楽しめるのも日本の魅力ですよね。ツアー2日目は雪の積もる新潟県津南町に移動してワクワクイベントを体験してもらいます。今回のツアー、実は毎年津南町で行われている雪下人参掘り競争にも参加できるツアーだったんです。タイ語でルール説明をしながらちょっとだけ当日の様子をお見せします。สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขุดนินจินกันมาขุดแครอทนะคะเป็นกีฬาเกี่ยวกับการขุดแครอทที่นิงาตะการขุดแครอทก็คือเราจะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อให้คนประมาณ4คนมาขุดให้มีพื้นที่กว้างขึ้นจากหิมะลงไปถึงชั้นลึกประมาณ3เมตรเพื่อเจอพื้นผิวดินและเราก็ขุดต่อไปเพื่อให้เจอแครอทหัวแครอทมันจะโผล่ขึ้นมาเราก็จะเอาแครอทนำขึ้นมาจากดินแล้วเอามารวมกันให้ได้หลายๆกิโลแล้วจะได้รวมแครอทให้เป็นการนับกิโลค่ะเป็นการแข่งขันขุดแครอทเพื่อเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์กันค่ะ感想も伺いました。กรุ๊ปหนูมีเพื่อนมีผู้หญิงน้อยแล้วก็ไม่มีพลังแต่ว่าสู้กับทุกคนแล้วก็ได้เยอะๆหนูสนุกมากค่ะ宿泊日の夜に行われたスカイランタンの打ち上げとともに締めくくります。タイチェンマイのコムロイ祭りと重なりますね。今後もエアージャパンが日本とタイを末永くつなぐ存在となれますように。